アメリカ・ニューヨーク市のデブラシオ市長は6日、新型コロナウイルスのオミクロン株による感染拡大を阻止するために、27日からすべての民間企業に対し、従業員へのワクチン接種を義務付けると発表しました。Vaccination is the central weapon in this war against COVID. It's the one thing that has worked every single time across the board. デブラシオ市長は、市の衛生当局は市民を守るために接種義務を課す権限があると説明した上で、違反者には何らかの罰則を科す考えも示しました。地元メディアによりますと、ニューヨーク州では6日までに8人のオミクロン株の感染が確認されているということです。